皆さん、ヤッホーリクチャンネルのリクです。今日は私がずっと楽しみにしてた鬼滅の刃ウェハース2が発売されました。本当はね、私全然忘れてたんですよ。昨日のライブの時にコメント欄で、明日鬼滅の刃ウェハースの発売日だよって教えてくれた方、本当にありがとうございます。もう私多分コメント来なかったら絶対忘れてた自信あります。あのコメント書いてくれた方のおかげです。ありがとうございます。で、あのお父さんが朝早くにちょっとイオン行って買ってきてくれたんだけど、すっごいいっぱいあったらしいです。個数制限もなしでいっぱいあって、でお父さんが1段の時のウェハース買えなかったから2箱買ってきてくれました。で、あの1箱じゃコンプできないんで、2箱で多分コンプできるかなと思います。全部で35種類シークレットが1種類です。で、これのウェハースについてるカードのカードケースも発売したんだけど、お父さんがイオン行ってもコンビニ行ってもどこにもなかったって言ってたんで、それはちょっと残念でしたね。まあネットとかで見つけて、もし紹介してほしいっていう方がいたらコメント欄で書いてください。よし、じゃあそれでは今回こちらの鬼滅の刃ウェハース2箱一気に開封しちゃいます。こちらのウェハース1箱20個入りなので、全部で40個だから5個しか被れないの。35種類だからコンプできますようにって感じですので、あとシークレットがめちゃくちゃ欲しい。なんだろうね。よし、じゃあもう早速いっぱいあるからさっさと開けちゃおう。よし、1個目。あー、やばい、楽しみすぎる。いきます。よいしょ。で、じゃん、私何にも見えないです、後ろの。あ、ウェハースだこれ。じゃん、あ、炭治郎。待って、かっこよくない？炭治郎です。え、やばいんだけど、マジかっこいいね。炭治郎一枚目、炭治郎で裏もなんか絵が描いてある。で、ちょっとね見えづらいんで1枚だけ取ります。あ、ちゃんとしたカードだ。え、すごい、やば。で、裏がこんな感じ。やばいね。よし、じゃあもうどんどん開けちゃおう。じゃあ2個目シークレット来るかな。じゃん、あ、あ、やばい、これはかっこかわいすぎる。で、裏もねかわいいですね。次、やばいねこのカード。いや、もうなんで前買わなかったんだろうね、本当に。よし、3枚。あれ、どこだ、目。あ、やばい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 、見て、ここ煉獄さんいるよ。煉獄さん、無一郎くん、忍さんですね。煉獄さんはもうやばいです。よし、次、じゃん、あ、ねずこねずこねずこ、ほら、かっこいい感じのねずこでね、裏ね。次、5枚目。はい、見て、これは伊之助善逸とか、かわいすぎる。やばいですねこれね。で、こんな感じ。よし、6個目、シークレットは来るのか。じゃん、あ、あ、見て、やばい、炭治郎、あの最終選別の時の。いや、かっこいいな。で、裏が4人います。最終選別の時のね、かぶってないですね今のところね。よし、じゃん、あ、サビトと炭治郎。炭治郎髪の毛長いの、やば、かっこいい。はい、次、何個目かもう分かんないです。じゃん、はぁ、富岡さん、かっこいい。で、裏も同じ感じです。はい、次、じゃん、あ、かっこいい。待って、やばい、かっこいいかっこいいかっこいい。善逸くんで、一つのことを極めろって書いてある。よし、もう10個目。はい、あ、はぁ、やばい、忍さん、かわいい。もう10個超えちゃったね。シークレット出るかな。じゃん、ん、あ、あれ、待って、あ、かぶってないかぶってない、似てたけどね最初と。かぶってないかぶってない、びっくり。はい、日の神神楽の時のやつかな。よし、じゃん、あ、また善逸、待って、この善逸かわいい、おにぎり食べてる。で、後ろもかわいい、なんかストーリーみたいなのがね載ってるね。よし、いやー、やばいなこのカード、すごいです。じゃん、ん、あ、あ、やばい、このペアはなんか私的にすごい嬉しい。で、炭治郎と忍さんで、後ろ怒ってますかって書いてある。もうちょっとで20個いっちゃう。じゃん、あ、あ、玉代さんと湯代じゃん、かわいいな玉代さんね。で、次、じゃん、あ、あれ、あれ、待って、あ、待って、かぶっちゃった、あ、あ、やばい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 、こっちもやばい。はい、え、かぶっちゃった。え、ワンボックスでかぶっちゃうんだね。一箱はかぶんないと思ってた。でも、まあかっこいいんで全然 OK です。びっくり、じゃん、あ、お、お、鬼滅事務山。これね、あの、私全然鬼滅事務山のグッズ持ってないからめっちゃ嬉しいです。で、裏、いや、かっこいいな。はい、
じゃん、あ、富岡さん、あのなたぐも山の時のね、かっこいいな。で裏もかっこよすぎる。煉獄さん来ないかな。煉獄さん一人のやつとか、カナオとかね、欲しいね。じゃん、おお、またキムスジムさん出た。え、これは何何、あの女性のあれだね、なんとか会議の時。いや、この時結構怖かったね、これね。シークレットはまだ出てない。じゃん、あ、待って、これは、いや、今出た中で一番好きかも。ルイと炭治郎。え、これはかっこよすぎる。私ね、鬼の中でね、ルイ結構好きなんですよ。もう20個目だ。1枚しかまだ被ってないね。じゃん、これ第1話のやつ、炭治郎ですね。あの禰豆子を頑張って背負ってる時です。かわいい。裏もさ、なんかストーリーみたいのもあるからさ、いいですね、これ。で、1箱もう終わりました。次2箱目、シークレット入ってるかな。コンプできなくてもシークレットは欲しいな。じゃん、あ、え、被っちゃった。どうしよう、やばいかも。被っちゃいました。せーの、じゃん、あ、盾だ、これ盾。善逸と伊之助。いや、この善逸さ、ちょっとかっこよすぎない？かっこよすぎる。で、裏は同じです。いや、大丈夫、大丈夫。シークレット出る。きっと出る。じゃん、あ、また髪の毛長い炭治郎。いや、これもいいですね。待って、後ろいい。あの、石を切った時のやつね。いや、いいね、このストーリー。じゃん、あ、伊之助、伊之助、伊之助。あの、あれだね、かぶり物かぶってる時の。で、裏が私の大好きな素顔があります。よし、あ、順調かもね、結構意外と。じゃん、え、待って、これシークレットじゃない？え、違う、え、待って、シークレットなんだ。富岡さんと炭治郎のやつです。待って、なんかシークレットっぽいけどね。待って、何がシークレットなんだろう。で、後ろはこんな感じ。待って、これ何がシークレットなんだ。シークレット、もしかしてもう出てる説。でもかっこいい。いくよ、じゃん、あ、また鬼舞辻無惨。これあれだね、あのルイのことね、鬼にしちゃった時かな。よし、順調。じゃん、あ、あ、かぶり3枚目かな。いや、かわいいな、善逸くん。じゃん、あ、あ、いい、これ。3人いるよ。富岡さん、忍さん、炭治郎。炭治郎の顔かわいいな。忍さんもかわいいな。裏はこんな感じ。絵がかっこいい。じゃん、かぶり、待って、4枚目、あと1枚しかかぶれないってこと？ね、4枚かぶりました今。だからあと1枚しかかぶれないの。大丈夫かな、コンプできると思ったんだけど。大丈夫か、いくよ、じゃん、あ、よかったよかった。富岡さんかっこいい。富岡さんイケメン。で、裏、よし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 、大丈夫大丈夫大丈夫、きっと大丈夫。じゃん、あ、え、やばい、これ3枚目じゃん。やばいです、5枚かぶった。残りはもうかぶれない。コンプできるかな。え、じゃん、あ、はい、全然いいです、もういいです。コンプできなくても、もう変えただけでもう全然いいです。なんかシークレットっぽいんだよね、私的にね。これコンプはもう無理ですね。大丈夫大丈夫、あの1万円くらいならね、できなくても。じゃん、あ、え、またかぶりです。大丈夫です、全然大丈夫です。じゃん、かぶりです。もう7枚くらいかぶってる。じゃん、かぶりです。いきなりどんどんかぶってきたんだけど。じゃん、かぶりだ。え、待って、いや全然いいんだけど、結構かぶっちゃってる。え、他シークレット欲しいよ私。じゃん、あ、かぶりだ。え、もう全部かぶりな気がする。大丈夫かこれ、コンプはできないけどシークレット欲しいな。じゃん、3枚目だよこれも。いや、しょうがないけどね、まあ双子でコンプできると思ってた。じゃん、やばいです。最後は1つ、まあできるなら被らないでほしい。煉獄さん来てないわ、カナオも。はい、はい、かぶりです。14枚かぶりました。まあね、しょうがないけど、集まったからもう全然いいです。え、でも双子でコンプできると思ってた。で、シークレットはどれなんだ。え、私的にこれシークレットっぽいと思うんだけど、ちょっと後で調べてみます。もしこれシークレットだったら夜に書いておきます。はい、こんな感じでね、出たのは26種類でした。いや、全部いいですね。はい、ということでね、あの結構まあまあ被っちゃったんですけど、あの26種類は揃ったんで、
全然いいですで、私見たんですよ今このねシークレットかなって言ってたやつの右下にちっちゃく番号書いてあって35って書いてあるから多分シークレットこれで2枚出たからねでもし間違ってたらコメント欄で教えてください多分私的にシークレットだと思うでなんかあの他のと結構輝きが違うっていうかキラキラしてるからシークレットじゃないかなと思うんだよねこんな感じですごいキラキラだよねで後ろはこんな感じえ待ってこれ被って嬉しいんだけどすっごいでここの右下にちっちゃく35って書いてあるのいや発見やばいやっぱりシークレットだと思ったなんかね輝きが違うから他のとちょっと違かったからシークレットかなと思ってたけど本当にシークレットだっただもし間違ってたらごめんなさいはいということでね今回私がずっと待って楽しみにしてた鬼滅の刃ウエハース2を開けてみましたいやあのね被ってももう全然嬉しいんだけどね私まああのできることならコンプしたかったけど被ってもすごいね可愛くてちゃんとしたカードなんでめちゃくちゃおすすめですでイオンにはお父さん結構いっぱいあったみたいなんでもし気になる方ねぜひ見てみてくださいでネットはねアマゾンは結構高かったのこれ1箱2600円くらいなんだけどアマゾンでも4000くらいだったかな結構倍近くね高いんでアマゾンはおすすめしないかなでコンビニにもお父さんがカードケース探した時にもちょっとあったって言ってたんでぜひ気になる方近くのコンビニとかも見てみてくださいはいということでもう最高です前に買えなかったね鬼滅の刃ウエハース2箱、まあ、40個開封してみたんですけどいやちゃんとしたカードだしやばいですね本当にカードケースもね欲しかったけど、まあ、残念でした何かまたリクエストとかあったらぜひコメント欄で書いてくださいこの動画が面白いと思ったらグッドボタンチャンネル登録もよろしくお願いしますおすすめ動画はこちら Twitter、Instagram、概要欄から私のグッズも見てみてくださいりくチャンネルでしたバイバーイ